長名様、あなたはローラのことを思ってくださいますか？嬉しゅうございますわ。今で言う、スラッシュ3つ並べるみたいな感じだよね。ポッ！これ結ばれてしまった？いえ。はい。ひながなです。パート10ぐらいかな。うん。続きをやっていきたいと思います。前回、ルトの剣ってどこにあるんだろうってところで終わって探すって言ったんだけど、ある程度は探したけど見つからなかったので、このね、ここの中にあるんじゃないかっていう予想の上、予想、うん、うん、このね、中にあるんじゃないかっていう風なことにして、とりあえず先に行ってみようかなというところでございます。おー、レベル上がっちゃった。20だよ。上がりすぎたとかそういうことない？すごい、12も上がった MP。超強い。ロトの剣、ロトの剣が手に入ったらなんかもったいないとか思って、あれやってません。剣は買ってない。です。さあ、そういえば、前回の、あれから、地図を覚えてなくて、どこに行ったら正解ルートかっていうのが、頭に入ってないかなっていう。下はあれだね。なんか、下はダメだったと思うとかなんか言った気がする。どこどこ？どっち？どっちかな？どっち？ん？上ない、ちょっといけそう。あ、暗いのはやめてくれ。開いてない。開いてないじゃない。道がない。レミーラとリレミと間違えるのもやめようかと。あ、行き止まりだった。くしゃみ出そう。あ、ここかな。ところでさ、この戦士の指輪って効果的には何なの？なんか見える、なんか見える気がするよ。なんだかわからん。なんか無駄に戦闘した気分だよ。ベホイミって初使うんだ。結構使うな。あ、こっちだよね、多分ね。あ、ここ。この宝箱取った。薬草と、あれね。薬草と、お金が入ってたやつ。500何ゴールド。そこは覚えてる。あー、暗くなった。ここが行き止まりだった気がするんだよね。どうかな？ここでいいのかな？何かありそう。ん？おー。なんかある。え？待って待って。本当に前回どこまでやったか覚えてない。ちょっとレギュラーマ使ってみようかと思ったけど。どんぐらい食らうかな？使ってみようか。一発で。効かねえの。全開してない。全回復したって出てない。ん？待って待って。待って待って。あれ、なになになに？なんか、なになに？繰り返すマップとかそういう系？違う違う。これじゃない。こうこうこう。え？あれ？無限ループって怖くね？死神？ワンちゃん一撃で殺してくるとかそういうことある。ああ、やめて。
死神のくせに回復してんな。やだ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 。ノー。ペホイミ。オーケー。じゃあ、よし。ああ、怖い。なんだかんだ MP がすげえ減ってくよね。調子に乗れない。あれこれ、終わりないもしかして。ここ間違ってるマップ間違ってるやつだね。私は魔王に踊らされてるとか、そんな感じこれ。まあいいよ、行こう。こっちは、どうだ。お、なんか、仰々しい。仰々しい。なにこれ。え、これロタの剣とか、そんなことない？ない？あ、ロタの剣を見つけた。やった。ああ、回り道とかしなくてよかった。何回でも使う、あ、まあいいんだね。何回でも使うのは普通なんだ。あ、すっごい目。すっごい目って何？すっごい上がる。もういいんじゃないこれっていうぐらい強くなったよね。最強だ。うん、オッケー。待って。ここから落ちるっていう選択肢あるの？落ちれなかったわ。じゃあどうするの？あ、ふとね、私の勘が。さあ、こういうところ、こういうの使うとさ、意外になんか、ごめん、これ全然違ったらごめんね。なんか、迷わずに行けたりするのかなっていう、勝手な想像。あれ？あ、前回ここのことを私は言ってたよね、多分ね。なるほど。うん、ちょっと一回外出て、セーブはしないにしろ、回復しよう。このリムルダールまで行ってきます。よし。回復したので、再度、魔王の城に、突撃、隣の番、みたいなね。行こう。さあ、来たぜ。お、レベル上がんの早い。うん。最大 HP10 も上がった。やっべえなぁ。普通に考えて21レベルの勇者が魔王に勝てるのかどうかって言われたら、普通に考えたらそんなひよっこって感じするけどね。レベル99になってから出直してこい。チュドーンみたいな。来たぜ。あ、なんで出るの？よし。あ、でもここがゴールだとは誰も言ってないもんね。何かありそうな廊下。あ、なになに？ん？どこどこ？あ、こっちかな。あ、え？あ、なんかいるよ。グッパー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 ってしてる。グッパーしとる。なに？めっちゃ宝箱あんだけど。罠だったりしない？あ、開けた。呪いのベルト？いいえ。ちょっと待って。違う。怨念が実体を持った。どういうこと？
まあ呪われるっていうのは分かったんだけど、待ってね。あ、空っぽとかあるの？おお、ありがとう。空っぽかい。意外にないな。でもボス戦が近づいてきてるね。唯一欲しいのこれぐらいだな。いいえ、捨てれそうなのないよね。いいや、このままにしよう。行き止まり。おや、グッパーグッパーグッパー。2パターン2パターンぐらいしかなかったんかな。なんか人の顔に見えてくる柱が。感動の最終回とかになるの？私記憶にないからさ、初代がどんなドラクエだったかっていう。あー、ついに来てしまった。え、いいよね。もう、あ、待って待って。ひよった私。一応中断しとこう。はい、中断ってかセーブみたいなのしとこう。さあ、この前に立ったんだからせめてなんか突っ込んでほしいやな。わしの前に立つならドーンみたいな。お、よくぞ来たひながなよ。わしが王の中の王の中の王、王の中の王ってことはつまり王いっぱいいるんかね。いいようである。わしは待っておった。そなたのような若者が現れること。もしわしの味方になれば世界の半分をひながなにやろう。どうじゃ、わしの味方になるか。なんか世界の半分をお前にやろう、なるか、はい、家で、グッドエンディング、バッドエンディングって分かれたような気がする。なんとなく。これちょっと一回、はい、やっていいかな。ダメかな。はい。あ、よろしい。では、わしらの友情の証だし、その剣をもらうぞ。いえ、どうした？世界の半分は欲しくないのか？悪い話ではあるまい。はい、よろしい。いいえ、はい、ちょっと上げてみよう一回。ロトの剣を利用に差し出した。ほほ、すでにこの剣を手にしていたか。しかしもはやどうでもよいことじゃ。ではわしからの贈り物を受け取るがよい。世界の半分に闇の世界を与えよう。うわはははは。え、待って待って、おはようございます。夕べは随分動乱されていたようですが、何か悪い夢でも見ていたのでしょうか。え、どういうこと？という夢を見たんだっていうね。という夢を見てからの。よくぞ来たひながなよ。わしが王の中の王、竜王である。王の中の王ってことは、つまり王様がいっぱいいるってこと？っていう。わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。もしわしの味方になれば、世界の半分をひながなにやろう。どうじゃ、わしの味方になるか。お断りだね。どうした？世界の半分を欲しくないのか？悪い話ではあるまい。ん？家でね。って、どうしてもこのわしを倒すといいのだな。愚か者め、思い知るがよい。竜王が現れた。さあ行くぜ。多分ラストバトル。なんだ、ラストバトル。ビグルが使う系。使わない系がいるのか知らないけど。使う系。意外にダメージ与え、あ、うん。怖いな。まだまだ、全然。まだね、まだ余裕は。あるかな。どうしよう、このボス戦すごくあっさり勝っちゃったらね、レベル上げすぎたってなるよね。まあいいかも。ビギラマぐらいまでは覚えたいよね。あ、え、驚いたらむせた。意外にあっさりなんだけど、俺
こんな勝負で大丈夫か。ごめん。リオの姿が次第に薄れていく。え？マジかよ。マジかよ。あ、音が違う。てっ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 てとか言ってるよ。弱くない？これがあれか。第二形態ってやつか。第二形態。とりあえずベ、お、ベギラも強くね？やばい。やだやだ、まあ大丈夫。息の方が弱い。そう、息の方が弱いんだよ。早く倒して。あ、効かないってあるの？ちょっと待って。え、ああ！やばい。死ぬかと思った。怖え。あ、まだ平気。え、効かないとか、なんで？ずるくない？聞かないとかなんか、ちょっと待って、ドキドキしてきた。ドキドキしてるけど、さっき食べたご飯が食べ過ぎた感じあって、ちょっと苦しいさもあるけど、回復させて。よし、間違えた。ビリオンも使わなかった。でもいいや。倒した。これは、意外とあっさりとクリアしてしまった。ひながなは光の玉をリオの手から取り戻した。光の玉をかざすとまばゆいばかりの光があたりに溢れ出す。はぁ。虹の橋かけた時の音？世界に平和が戻ったのだ。マジか。あ、毒の沼から花になってるよ。え？不穏な BGM だけど。え、じゃあもしかしてモンスターもう出ない？あ、お花畑。キャッキャウーウーウーって感じ。マジで？なんかルーラーで戻るのもありなのかなって思ったんだけど、なんとなくさ、今まで行った人のところに挨拶に行くべきなのかなみたいな。え、これ夢落ちとかじゃないよね。大丈夫だよね。あ、でも MP なんか回復してる。あ、世界に平和が戻ったからわかんないけど。ついに竜王を倒されたのですね。わかりますとも。見てください、この世界の清々しさ。これは世界に再び平和が戻った証。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、そう言われると照れるな。ははは。え、平和が戻ったって？どいやー、びっくりしたな、もう。奥さんとこ帰ってやれん。そろそろさ。生きてるうちにこの国が平和になるとは思わんかったの。長生きはするもんじゃ。ありがたや、ありがたや。よかったね、お姉さん。わーい、嬉しい、え、嬉しいなったら嬉しいな。あなた様のおかげで平和が戻りました。どうもありがとうございました。いえいえ。勇者ロト万歳。勇者ひながな万歳。あざす。え、これ夢落ちじゃないよね。そんなことないよね。まさかあの竜を倒してしまうお方がいたとは。あなたこそ誠の勇者です。ありがとうございます。あなた様のおかげで平和がございました。どうもありがとうございました。どういたしまして。ひながな殿、さあ早くラドトーム城に。王様も知らせを受けてあなたの帰りを待っているはずですぞ。せやね。すべては神の御心のままに。王様もきっとお喜びでしょう。あー、これでクリアになるのか。すべては古い言い伝えのままじゃった。世界に闇に包まれるとき、再びロトの勇者現れよ。ひながなよ、そなたこそ誠のロトの勇者じゃ。
噛んだのをちょっと可愛く言えばごまかせると思ってるけん。ごめんなさい、なんでもないです。あなた様のおかげで平和が戻りました。あれこれ読んだっけ？あ、さっきと同じこと言ってる。商人系はみんなそうなのかな。安心して遠くの町に商売に行きます。あなたと、とってもかっこいいわよ。男の中の男って。あなたみたいな人のことね。ありがとう。あなたならやってくれると思ってました。ありがとうございました。なんかとりあえずお礼を言われるんだね。あ、上にも行こう。やっとロッコに会えたの。もういつも泥臭くて嫌になっちゃう。え？ロッコを待ってた船が平和を取り戻すために、ん？ロッコの持っていた笛が平和を取り戻すために役に立ったの？ロッコったら、泥臭いだけじゃなかったのね。パッ。なるほどね。温泉から南に2歩歩いたところになんかあるっていう。あれは私が先に笛取っちゃったってだけなんだね。何もかもが全て先取りしちゃったってだけなんだね。いや、ありがとうございました。あんたのおかげで彼女に嫌われなくて済みました。ポッポッじゃなくてこいつはポッなんだね。そっかそっか。あれだもんね。ロトの印も本当は多分、城塞都市から行くべきだったとこっぽいもんね。うん。何度使っても壊れたい魔法の鍵の研究をな。こいつは魔法の鍵の研究を、こいつって言っちゃったごめんね。この人は魔法の鍵の研究をなさっていたのですね。本当はなんか全部回りたいんだけど時間すげえかかりそう。下の方とか行ってられないんだけど。行くべき？あ、でも敵出ないから行っていいか。じゃあ行ってきます。来た。よくぞやったな、ひながなよ。精霊ルビス様も、ルビス様もきっとお喜びのことじゃろ。ルビス様はこの地につく、この地を作られたお方。そなたのことを見守っていたはずじゃぞ。ありがとうございます。でも、これだけかな。ちょっと寂しいな。はい、次は、上の町に行きます。よし、来たよ。わーい、嬉しいなったら、この人も同じこと言った。あんたは本当に大した男だよ。うちの亭主も少しは見習ってほしいものだわ。亭主誰だろう。ついに理由を出されたのですね。わかりました。あ、この人も同じこと言ってる。あ、これ読んでなかった。ごめんね。こんなにのんびりした気持ちでお湯に浸かるのは何年ぶりかしら。前はお湯に浸かっていても心までは温まらなかったものね。なるほどね。この世界が平和になってこの温泉にももっともっと人が来るようになるわ。そしたら私もいい人と巡り会えるかもね。そうだといいね、お姉さん。え？平和が戻ったって？ドヒャー。びっくりしたな、もう。ドヒャー。当時の流行りなのかな？当時の流行りっていう言い方。どうじゃ、わしの言った通りだったろ。その剣のみが竜王を打ち残される剣だったのじゃよ。噛みそうだったから必死に頑張って言った結果なんかすごい投げやりの言い方に。左上も行こう。その説はそなたの力を試させてほしいなどと失礼つかまつった。そなたこそ誠のロトの一応を引きし勇者、伝説の勇者の再来であった。そなたのことは後々世にきっと言い伝えられていくことじゃろう。見事じゃったぞ、ひながなよ。言いにくそうな名前だな。私の名前だけど。次は、ガライ。ラララララ、世界に平和がやってきた。ラララララ、ありがとう、ありがとう、勇者ひながな。いかがですか？まだ初めだけですが、きっと素晴らしい歌にしてみせますよ。ありがとう。ん？私ここに泊まったことあったっけ？そのあんたがうちの宿に泊まったことがあるなんて。私は鼻が高いよって言われたけど。記憶にはない。あなたとってもかっこいいわよ。ああ、この人も同じこと。あ、待って、なんか撮影しちゃった。撮影しちゃった。まあいいや。多分敵が出なくなるイコール装備品とかアイテム売れなくなるよね。私ならきっとやると思ってよかった。ドバペイ、えい。
そのわしに来る虫の目に狂いはなかったわけじゃな。パッ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 。鍵もなくね。ね。入れないパターンあるマジか。まあこれはこれで仕方ないことにしよう。じゃあメルキドへ。あ、寄り道したらさ、ほらなんかいるよ。おや、あなたには私の姿が見えるようですね。私の名はガライ。かつてこの地を旅していた吟遊詩人です。かつてここ、ドムドーラム、それは賑やかな街でした。ほら、こうして目を閉じると、あの頃の情景が浮かび上がってきました。え？お？え、なになに？あ、BGM が明るくなって、ほら、当時のことが思い浮かぶだろうって感じかな？街の音楽になったってことか。平和になったねってことかな。あ、やっぱり私の気のせいじゃなかった。ここ行けるんだね。ショートカット。私これ多分気づいてなかったんだよね。気づいてなかった、もしくはなんか見逃してた。それ気づいてなかったね。大体同じこと言うかな。だがしかし入れない。もう入れんやん。鍵屋さんもいけんし、今日はめでたい日だからとびきりのごちそうにしなくっちゃね。冗談ですよ。見てください、竜王の島の上の空があんなに澄み渡って。本当にどうもぴょーん。よし、じゃあルーラーで戻ろう。で、先にこっちだよね。うん。新しい言葉を言う人が、言う人がいてほしい。あ、これさ、装備してみようか。ああ、この BGM、いや。ちょっとゾワってくる。この人がね、待って待って、私この人に助けてもらえると思って今身につけたんだけどさ。あ、おお、やだやだやだ。あ、なんか世界平和になったのに、世界が平和になったのに呪われてしまったよ。あー、鍛えてる。あー、ちょっと悲しいかも。なんかもう見えていないようだみたいな感じだったもんね。私には見えないがみたいな。鍵がないから大体のところに入れない。まだ泊まれるの。お宅は宿屋なんですか。宿屋兼預かり所なのかな。じゃあ城に戻るか。この兵士いない。あ、なんか並んでるよ。すべては古い言い伝えのままじゃった。世界が闇に包まれるとき、再びロトの勇者現れん。ひながなよ、そなたこそまことのロトの勇者じゃ。ありがとうございます。そうやっておっしゃっていただけて嬉しいですよ。ありがとうございました。おかげでこれからは安心してとこ。お兄ちゃんがあの竜王をやっつけたんだよね。あの竜王って何？少年はあの竜王を見たことがあるのかい？すごいやすごいやとか言ってるけど、ついに竜王を倒されたのですね。ああ、この人も同じこと言う。うん、さあ早く王様のもとへ。あ、王様上にいた。見てなかったわ。さあ、話しかけようか。え、これひながな。どこへ行こうというのだ。ちょっと先に姫さんに会えるかなって
思ったんだけど。おお、ひながな。すべては古い言い伝えのままであった。すなわち、そなたこそは、勇者ロトの血を引く者。そなたこそ、この世界を治めるにふさわしいお方なのじゃ。どうじゃ、このわしに代わって、この国を治めてくれるな。しかし、あなたは言いました。ああ、なんかちょっと感動するね。自分のセリフがあるよ。いいえ、もし私の治める国があるなら、それは私自身で探したいのです。そうか。そういうことならもうや、あ、止めまい。もう止めまいって。止められた止められましたか。まあいいや。ひながなよ、気をつけて旅立つのじゃぞ。待ってくださいませ。そのあなたのお旅に、ローラもお供しとうございます。このローラも連れてってくださいますね。だが断る。そんなひどい。そのあなたの。だが断る。まあこれは永遠ループなんだな。はい。嬉しゅうございます。さあ、ひながなの新しい旅立ちじゃ。なんか演奏してる。みんなラッパー。これが流れるとついに終わったなって気持ちになるね。モンスターのデザインも鳥山明さんなんだね。すごい。終わっちゃったよ。終わっちゃったよって言っても録画時間56分とかなんだけど、これは。まあそうだな、パート10か11ぐらいになるドラクエ1の初実況を最後まで見ていただけた方いたらありがとうございますと、まだの方もいるかもしれない、もしこれから見てくださる人がいたらいいななんてね、いう気持ちがありつつ、またこれ以外にもね、実況は、趣味の範囲ではありますが、やるつもりで、だったりとかするので、もし、また、見てもいいぜ、とかなんか、まあ、後ろで流しといても、やるよ、みたいな人がね、いたら、まあ、ちょろっと覗きに来ていただけたら嬉しいな、とは思うんですけれども、できればね、チャンネル登録とか、高評価とか、してくれたら嬉しいなっていう本音はあるよ、あるけどね。さあね、ドラクエ実況、次ってわけじゃないんだけど、ちょっと別のゲームを挟みつつ、ドラクエ2とドラクエ3はやる予定です。あと他の作品もちょいちょい、やる予定のはあるので、またそちらの方でね見ていただけたら嬉しいなと思います。おー、終わったよー。ジエンド、ジエンドだよこれ、ジエンドだよ終わっちゃったー。あー、終わっちゃったー。え、これAボタン押したらなんか変わる？最初に戻るんだ。なるほどね。というわけで、ここまでご視聴いただきまして、ご視聴いただきまして、日本語合ってますか？ここまで見ていただけた、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画などでお会いできればと思います。ありがとうございました。ひながなでした。